はいどうも、タクタクです。もう早速やっていきましょう。本日はですね、まだ来てないんですけど、時計が、iPhone の時計が9時41分。実はですね、この時計は、iMac で、今僕、Mac で撮影してるんですよ、この動画を。ライトニングケーブルを iPhone に挿して、Mac に挿して、Mac の中にある、クイックタイムプレイヤーというね、アプリケーションを使って録画してるんですけど、それでやると9時41分で時間が固定されます。で、ちょっとその時間の関係でまだ時間表示がわかんないんですが、イベントスケジュールを開くと、はい、11時からアシュラ。今リアルタイムで58分、10時58分、あと2分でアシュラが来ます。今日はこのアシュラをフル周回して、2時間ね、2時間フル周回して、何体ドロップするのかっていうのをやりたい。っていうかそもそも、俺実はアシュラめちゃくちゃ苦手で、今まであんまりクリアしたことがない。で、何体持ってたっけ？過去にアバロンを3体神化してるんで、9体取ったとして、もう、ここに見えているアシュラが僕が取ったすべてなんですよ。過去にアバロンを3体神化してるよね？してるね？していて、アシュラがここに1、2、3、3体でしょ？ 3 体。待って。9たす4は13の13、16、17体しか過去に取ったことがない。ていうか俺そもそも得意じゃない。なんかいつもやられる。で、ルパン一味と、運枠でルパン一味、ルパンね。ルパンと、ヤマトタケル、ベルダンディ、やりたいと思います。で、ヤマタケも実は俺全然得意じゃない。はい。で、一番俺が得意な超絶のクエストは、イザナミと、クシナダと、ツクヨミ。この3体は運極にしてるんですけど、一番得意なのはツクヨミ。あ、来た！多分来た！あれ？ちょっと待って。あ、来た！はい。じゃあ、行きましょう。このメンバーで行きます。フル周回。だってベスト13分だからね。行くぜ！でね、この動画は1回目だけちゃんと実況動画として出しますけど、残りはスライドショーみたいな感じでちょっと、なんていうんですか、クリア画面とゲームオーバーをしたらゲームオーバー画面が見えるっていうような仕様の編集をしようかなって思っている。なので、ご安心してご覧ください。2時間ぶっ通しの動画ではありません。はい。はい、というふうに僕がいかにこのね、アシュラがクソ下手くそかっていうのをちょっとご覧いただきたい。とりあえずね、ボス戦にはいけるんですよ。ボス戦には。待ってくださいね。もしかしたら、ボス戦にも行かずにこのまま終わる可能性もありますけど、あと新しくこのベルダンディね、ベルダンさんのこのストライクショットとかもちょっと確認しながら今日やっていきたいと思っているんだ。僕は俺ね、これ基本的にね、俺はね、これね、上にみんな一回逃がす派なんですよね。プレイはアスラだったっけ、なんかこいつアグニがアグニのね、この核爆発みたいのが来るのが嫌いで、確実に突破するために、まずは必ずアグニから倒すように心がけた。はい。よく考えたらここあれなんだよね。重力バリアも出るから、すごいベルダンディ適正なんだよね。もうちょっと俺ね、山滝の時は喋んねえわ。ゲージミスりそう。ゲージすごいミスりそう。ゲージやばい。なんかしかも山竹のゲージってむずいんだよね、しかも。ベルダンディはね、安心してミスれるけど、なんせ重力バリアが消えるか消えないかだけのね、違い。というとあれかもしれませんけど。言っても過言で、あ、金波取りてえけど、取れそうな気がしない。あ、やばい。焦った。そうだよね。そうだよね。剣心はあれだもんね。貴族性キラーになるんだもんね。怖えよ。ゲージミスるの怖え。だからこれがあんのよ。俺ただでさえね、たまにゲージミスんのに、喋りながらやるんじゃねえよって感じですよね。で、この、手記を倒す。手記。これ赤鬼とか青鬼とかって言われますけど、この人の名前、手記ですからね。よし。よいしょ。はいはい、倒す。どうしようかな。本当は突っ込んでシャキシャキしたいんだけど、あんまり突っ込む怖いから、これでいい。
外した経験があるからちょっと怖い怖い怖くてしょうがない。ルパンさんはどうしようかな。ルパンさんはね、ルパンさんこっち行ってみようか。あれどこ行った、あそこ行っちゃう、あやばい、ちょっとこれを痛いの、これ痛いですよね。よいしょ、外しそうで怖いよ本当に。ベルダン強っ、ベルダン強すぎる。ベルダンディもう一体欲しいな。なんでランスロットは被るのにベルダンディさんは被んないわけ、わかりませんわ。これちょっと入り方がわかんないね、これ。入れ！そうそう。あ、入ってない。入ってない。よしよしよし。これ、ハートを取りたい所存なんだけど、取れないだろうな、これ。これだからね、ルパンも外すと、痛い目に遭いますからね。ハートを取りたい。ハートを取りたいけど、一回ブロックに当たる可能性がある。こうだな。取れやい！なんかね。まあまあ、取らなくてもいいんだけど。4分。ここまで4分。遅っ。遅っ。自分でもわかる遅さ。これ、友情コンボ、左から行った方がいいんだよな。右から、本当は。倒したいけど、多分カンカンで倒せない、カンカンで倒せないんで、左のアスラのクロスレーザーが飛んでくる前に処理しよう。よいしょ、よしよしよし、素晴らしい。多分ルパンはこれ入ると倒せない。よいしょ、あ、倒せない。まあいいや、誰もクロスレーザー当たらんだ。あ、山竹に当たって。ベルダンさん、ベルダンさんに当てればいいのか。ベルダンさん安定してダメージ与えてくれるもんな。ベルダンさんに当てよう。うん、ベルダンパイセンに頼もう。よいしょ。 できれば次あれなんだよね、カンカンして倒したい、いいんだよね。アスラの進化だったっけ、アスラ進化だったっけ。カンカンして倒したいんだけど、まあいいや、山竹さんに当てよう。よいしょ、これどうしようかな。これすぐ突破できれば突破したいっていう気持ちもあるんだけど、味方を全員上に配置しておきたいっていう俺のあれもあるね、希望もあるんですね。もういいや、これわかんない。左にマシンガンみたいなのが来る。よいしょ、電車で撃ってくるのが来る。あそこなんか特に痛そうなとこやん、ルパンさん。なんよりによってそこなんですか。できれば山竹はもうね、これ以上ね、カンカンして入りたいのよ本当は。アスラとアス、なんだ、シールの間に。ん？来ても、お、ザク倒すか。長期戦になりそうなんですよ。ゲージ外しそうで怖い。うん。ザク。本当ね、カンカンして入って、あ、何そのマッチショット、初めて見ましたけど。そこマッチショットポイントなんですか。痛い。ハート取らんと、死の匂いがプンプンする。漂う死の匂い。オッケー。これどうかな、入れるかな、みんな。上に逃げたいんだよね。ベルダンディなんか、これ、逃げれるかな、これ。ルパンはいけそうな気がするけど、うわ、これ出てきちゃう感じするな、なんか出てきちゃう感。いやほら、出てきちゃうっていうか、入れもしなかったじゃん。
入れもしてねえじゃねえかお前ってね。まあまあいいや、この畑はここで急がれ。いやほんとこれ見せると死ぬからね、怖いよ怖いよ。ちょっとこれは上に行く努力をしよう、努力だけね。いけるとは言って、あ、もうダメだな、これ、いけんわ。これ、いけませんわ、これ。撃つか！もう、撃ちますわ、もうこれ。ちょっとダメっすよ、遅延させてくれ。毘沙門天よ、はい。遅延させましたね。絶望しかなかったんで。これ、ルパンさん、まだあれだからね。いけませんからね。上に行って山竹にやった方がまだ実りのある感じです、うん、ダメージ的にね。ハート取るか、ハートは取りたい、ハートは取りたい。ハートは取りたい、ハートは戻って、 OKOK。 また白爆発来るからねこれね、遅延させただけで確か来るよね。逃げたいんだよね、逃げたいか決めるかだよね。どうしよう、ストライクショットを打つべきか。これ18ターンでたまるんだよな。いや今はちょっとなるべく上に行きたい気持ちがあるので上に行こう、上に行ってくれ。ここじゃねえんだよ、次も上に逃げなきゃいけないからね、そこを考えて動かんと。こうだ、友情コンボの方が良い気がする。うん、もうハート出るね、やっぱ運極連れてくと違うか。ルパンさんそろそろ打って一気にするんだね。上に上に上に、いやそこみんな移動しづらいんだよ、移動しづらい、移動しづらい。よいしょ、微妙だな。今回のお腹嫌な予感がするな。よいしょ、上行け、上上上上行って、上、オッケーオッケー。ちょっとなんで取るの。倒せ倒せ、なら倒せ、あぶね。ちょっと今回もなんか本当クリアできるかな、怖いよ。10分42秒ここまでかかりすぎ、むずい。上逃げろ、よし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 、これどルパンってどれだっけ。いやこれだもんな、こうでいけるか、アシュラの上いけないし。あ、なんかでもこの辺で確か当たらないゾーンが確か1個か2個あったはず、ないか、そんなとこないか。これ逃げたい、これ上に、上に行って、よし偉い、よし偉い。そろそろマシンガンがまだ飛んでくるからね、マシンガンが飛んでくるから、これ逃げるためにストライクショットを打ちたい気分なんだけど、多分無理だ、逃げない、もう甘んじて食らうしかない、しょうがないわ。そうこいつだけで倒し方、うんうんうん、あでも思ったより食らってない。弱点シャキシャキしたいけど、これ弱点シャキシャキできるだけのあれがない。どうしようかな、ハート取っちゃいたくない、それをするぐらいの。これ一回加速して、ハート次成長するんだってね、山竹で多分取れる。でハートが成長する、ああでもどっちにしろ山竹取れる、こうだ。よいしょ、いやゲージ外すともう死が訪れますからね、慎重にいかんと。あ、なんていうハート運、
あ、怖い。緊張する。山竹マジ緊張する。もう一回ハート取るか。一回ハートを取らないと誰も取れない。取りに行く。取りに行って。多いね。多いよ、いいよ、いいよ、いいよ。生らい。生らいショットになった。で、これで決めたい。よいしょ。当たり。よし。OK。これね、3体ともいい位置にいるね。左上の。もうブロックの左側に、次、左に避けないといけないからね。ルパンだけどう避けようかなっていうね。ここうまく入れたら天才だ、俺。戻ってきちゃいそう。はい、凡人。いつものタクタクさんですね。はい。じゃあ、綺麗な縦紙してもらいましょうか。死ぬなよ。ああ、分かった。いや、ゲージ超え。ゲージ超え。ゲージ、何回言うの？ゲージ超え。ゲージが超えよ。お父ちゃん。ゲージ超え。ゲージ超え。ゲージ超えよ。毘沙門天さんも逃げよう。毘沙門天ではないと。剣心。そっか、ブロックの中入ってたからか。失敗した。バカ。食らっちゃったじゃないか。まあいい、しょうがない。投げりでもしょうがないからね。ハートをちょっと育てよう。ハートを育てて回復しよう。ストライクショットを食らわせたいけど、食らわせられる余裕がないんで諦めよう。よいしょ。うん、あれ思ったような出来事起きなかった。ハートをここで取るべきか否か。取らないと取れない気がする。取ろう。反射レーザーでけえよ。あ、まどわいた。雑魚を処理しつつ、ちょっと忙しいなこれな。雑魚を処理しつつロボを倒さんと、あと5体内に倒さんといけない。こいつ次第によって、ちょっとルパン次第によってはちょっとストライクショットを考えている今。うわー、これまずいね。かってストライクショット使ったところでかん。まあ、ちょっとベルダンさんで撃とうかな。ミスよね。よし、ベルダンさんで撃とう。ベルダンディで撃ちましょう。もうどうしようもないもんね。撃とう。おっさんでなんか仕込んだ。敵を浮かせ。敵を浮かせ。ストライクショット。よし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 。やばい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 。どうしよう。 これしかない。これしかない。ギリ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 上に行きたかった。しかもこのギリギリ戦いはまだ戦い足りぬわ。なんだっけ、メテオが来るんだったっけ。一番大きいのはメテオが来ますからね。ルパン、あ、ルパンでもいいか。逃げるだけだからね。ちょうど減速してる感がいい。問題はあれなんだよね。ベルダンさんが多分もう逃げ切れないよね、これね。よいしょ。まあ、勝っただな。ストライクショットも温存してるし、これ勝ちましたでしょ。でもどんだけこれ周回できねえんだっていう。アスラを一体倒しよう。力もないからね。倒せんし倒せなかったんでしょ。あ、今みたいにシールドだから発動してくれればよかったのにね、あの時ね。なんだっけ、マシンガン取ってる。キャッテ、ジャッテ当たって、オッケー。お、お、2体とも当たる。ああ、もう惜しくなかった。
よし、変身しよう。人生を楽しむコツは、人生を楽しむコツはどれだけ簡単に考えられるかなんだ。いいですよ。で、もうこれいきましょう。山田君のストライクショット、角度浅めでいいと。こんな感じです。いけ、天下無双の剣、もっと浅くてよかった。まあいいや、ベルナンさんハート取ってくんないかな。これハートを取ってくれ。 OK、 もう勝ち確でしょ、ここなったら。はい、で遅延を打とう。遅延を打とう。あ、これスピクリねえな。スピクリねえな。スピクリないですね。スピクリはないですね。どんだけ時間かかってんのこの動画。なんだ、もう21分経ってる。恐ろしい。決めろ。決まんないね。チンタラやってますけども、決めろ。はい、決めました。いや難しいなやっぱりな。あ、もっと高速周回できる方法教えてほしい俺に。はい、というわけでなんとかクリアできました。これあくまで1回目ね。うん、運極連れてったけどスピクリできなかった。一体も、あ、落ちた、分かった。一体落ちてよかったよ。はい。という感じで、クリアしたらこの画面ですね。クリアしたら、このクエスト報酬の画面で、スライドされていくという感じですね。はい。というわけで、一旦ここで、実況は終わり。で、次から、スライド式に多分結果報告になりますね。はい。はい。というわけで、合計ですね、8周か。合計8周して、8周した後、何ドロップ？ 8,006 勝2敗で、ちょっと待ってくださいね。8,006 勝2敗で、6ドロップか。6ドロップですね。はい。6ドロップになります。まあ、あれですね。2時間フル周回して6ドロップでしょ？これ一回混ぜようか、もう。一回混ぜちゃおうか。分かりにくいよね、もうこう、このままにしとくね。強化合成、強化合成。どっちだ？こっちか。これで、これ、おいくつよ、この人。何歳よ。アシュラ。13歳。まだ中学生だぜ。合成開始。はい。ヤシュラ、これさ、いつ終わるんだよって話ですね。あと、だって、平均6だとしますよ。もう最大今6でしたけど、平均6体だとしたら今13でしょ。10回来たってさ73。終わり、終わりが見えねえわ。今年中に終われたらラッキーぐらいな感じだよね。もうちょっとアシュラの運極むずいかもしんねえ。そして俺アシュラあまり使ってないっていう気がしますね。まあ運極になったらおそらく今食いバタを不動明王の周回パにしてるんですよ。周回パにしてるんで、運極になったら、あ、待てよ。嫌な予感がする。不動明王さんは、おいくつでしょうか。不動明王さんは、おいくつなんですか。1歳。これ1歳の不動明王。はい。40 あ、なかなかの中年なお年になられている。あ、先に不動明王さんの方が運極になります、これ。アッシュラ。まあ、来たら、こまめに周回しますかね。はい、という感じで、アッシュラの、2時間フル周回は、8戦6勝2敗、6ドロップでした。まあ、勝てば、1回はドロップするぐらいな感じなんですかね、イメージはね。うん。いや、そんな感じでもないな。わかりません。はい。というわけで、今回は、ルパン三世にヤマトタケルにベルダンディだったから、うん、もっといいモンスターが揃えば早く回れるかもしれないしね、わかりませんが、
このメンバーでお送りしました。それではご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録、コメント、評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンの方はクリックしてみてください。タクタクはツイッターもやっております。ツイッターのリンクは動画下の三角をタップ、出てきた動画説明欄のツイッターの URL をタップしてみてください。ツイッターの検索バーからもタクタクで探せます。ツイッターでは最新動画の更新情報、ライブのお知らせ、イベントのお知らせやタクタクの謎なつぶやきを楽しむことができます。チャンネル登録とフォローしてくれないとお仕置きだべー。